こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、3月のクエストレベル15かと思いきやですね、まあ、違うわけですよ。はい、今日はねちょっと省エネでいきたいと思います。ですね、まあ、いろんな方から、この3本連続ぐらいね、3月のクエストレベル15動画上げてるんですけど、全くクリアできない。そもそも HP が足りないわけで、もういろんな、ね、方から、ありがたいことに、その、コメント欄で、このキャラ入れてみたらどうですかとか、いただくんですよ、お声を。本当にありがたいです。本当にありがたいんですけど、結構ね、その持ってるキャラがね、その少なくて、いや、その、まあ、ログイン450日を最近迎えたんですけど、結構持ってないキャラとかもね、多くて、そこで、今日は、ボックス紹介していきたいと思います。ボックスを見て、皆様に、このキャラとか、武器にして使った方がいいよとかいうキャラとか、あとは、そのですね、お見せするんで、お願いします。皆さんで、レベル15、勝たせてください。それでは、ボックス紹介、いきまーす。はい。非属性からですね、僕、ボックスね、割と本体と武器で分けてるんですけども、非属性の、やつからいきましょうか。はい。いや、シバドラとかでしょ？まあ、そうですね。チーム HP を見ると、まあそう、ちょっとあんまりね、実はね、この、ほの人あわり持ってたりとかもするんですけど、はい。ちょっとね、これのキャラとかね、武器も強くなったんですけど、どうなんやろね、っていうところで、まあ、まだ使いこなせてないわけですよ、はい。で、この前出たシーウルフね。シーウルフをね、ワンチャンちょっとなんか、こっち形態にしようかなと思ったりもするんですけど、まあ、攻撃力ぶっぱなステータスで、その HP がそんなに高くないっていう。まあ、難しいですね。あ、そう。最近ね、僕編集割とね、ちょっと、アレンジというか、結構手心を加えて作ってるんですけど、どうですかね。編集とかのちょっと感想もね、いただければすごく嬉しいんで、はい、そちらもね、随時お待ちしておりますので、はい、そちらもね、何かコメントいただけると嬉しいですね。こちら、非属性ですね。はい、真田やたら持っとんな。はい。ちょっと武器かはよって感じですね。はい。トゥントゥントゥントゥーン。はいはいはい。いや、個人的には犬やしゃとかもね、使いたいんですけどね。はい。はい、ちょっと前までね、このアカウント非属性芝居であったんで、非属性のキャラは割と充実しておると。あと、よくね、メダルの交換とかのキャラのことも、これ入れてみたらどうですかとか、ね、言ってくださる方おられるんですけど、メダルは集めてるんですよ。メダルは集めてるんですけど、交換するのを忘れるっていうね。はい。そんな感じでございます。はいはいはい。非属性をね、もう終盤まで差し掛かってきましたね。交換するのをね、忘れちゃうんですよ。宿題を最終日にやるタイプで、むしろもう最終日ですらもうやらない感じのタイプなんで、はい。ほんまにね、もう、どないせい言うねんもって感じなんですよね。もう、いいし、重要化欲しいしね、っていう感じで、はい、ここまでが非属性ですね。それでは次から水属性、いきましょう。はい、水属性ですね。はい。やたら、邪竜アスラ持ってますね。はい。ブリは一応作ったんですよね。まあ、エアリアルも2体素体を確保してると。はい。ちょっとね、ジョジョの時にね、ジョジョを愛するあまりに、ちょっと、ほんまになんか、強さランキングとかをなんか作られた結果、その僕のガチャ動画出してもなんかその、なんか引きいまいちでしたねとか言われて、ちょっとモチベ下がっちゃったんですよね、実は。僕的にそのジョジョキャラ出たら何でも嬉しいねんけど。てか、ジョジョ好きなんです、言うてんのに。
え、なんでそんなコメントすんのみたいな感じで、もう、はぁ、はいはいはい、もう、はい、ゲームしか興味ないのねっていう感じで、ちょっとモチベを失った時期がありまして、はい、もう、ちょっとこれ動画で言うの初めてなんですけど、生放送はね、ではね、結構言ってるんですけど、はい。はいはいはい、こんな感じでございますね。ウェザーリポート、いいですね。サブリミナル効果でね、なんかちょっと、っていうスタンド。あれか、今どこら辺まで行ってるか分かんないんで、アニメ6部にはあんまり触れないでおきましょう。はいはい、カメさんが3体もいますね。はい、ふくらぎ、小づくらやった、小づくらもいます。それでは木属性ですね、ここから。はい、木属性割とね、そのレベルは上げてはいないんですけど、育成は進んでないんですけど、持ってるキャラ持ってると、謎にね、無課金なのに、その、ゾロを3体出したっていうね。ちょっとゾロの武器見てみようか。いや、これはちょっと違うな。そうでもないんかな、ちょっとわからん。はい。ちなみに6部では僕 FF が一番好きですね。フーファイターズ。はいはいはい。中華最強は俺だーもいますしね。はい。ジン、ガンダムクラブね、ジンばっかり出てね、あの、ゲルグが1体しか出ないっていうね、はい。まあ、ザクもね、3体いると。はい、あと、広瀬浩一くん、もういると。で、パティとかね、はい、いるわけですよ。オリジナルのね、パティ、オリジナルって言ったら悪いけど、そうですね、オリジナルか、はい。まあ、持ってないんですよね。まあ、そこは難儀なところなんですわ。ワンピースなんで、これ、スモヤンとかね、スモーカー。今何になってるんやったっけ、純章やったっけとか持ってなかったりするんで、はい。3連ガチャパー謎にいるっていうね。あ、これ3000連ガチャパー取りに行ったんでね、はい。で、デックもいると。オーディンの武器とかね、結構使ってらっしゃる方が多いので、どうしようかなと思うんですけど、これとか結構ありなんですかね。まあ、いまいちわからんのですけど、でもその、オーディンの進化素材がもうないので、武器になかなかね、一歩踏み出しづらいというか、その一歩踏み出す勇気がないというか、はい、そんな感じでございます。それでは、ここから光属性ですね。はい。光属性はここから始まりますと。はい。まあ、ハンスとかもいいのかな、なんか。どうなんでしょうね。ハンスの方がいいんかな、向こうの貫通枠。でもね、ウィンガンダムゼロは結構火力ソースになるんでね。本当に。ほんまにかなわんわ、じゃないか、はってね、あの、何やったっけ、ジャニーズ WEST の歌ありましたね。はい。とか今パッと出てきた。光エスカマイとかもね、持ってますしね。よっしょ。シン・ウルトラマン系はね、武器になんないんですよね。で、謎にサクヤがいると。はいはいはい。はい。結構光属性も充実してますね。はい。ホワイトベース、一応交換しましたね、そうでは。メリーディスも2体いると。メリーディス進化来たんやったな、確か。あー、メリーディス、ちょっと、あー、これ見落としたな。HP もありかし高いんかな、でもどうなんでしょうね。はい。てな感じで、もう光の副属性をついてるキャラは少なかったと長かった。はい。じゃあ、こっから、闇属性です。はい、ドン。はい。エキサゼオンですね。エキサゼオンね、作れないわ。作れないわ。はい。ちょっとごめんなさい。座り直します。はい。はい、このストーリーのね、この子もいるし、
あんまりもクリアしたし、まあスキル上げする気はならんのですけどね、別に。はい、あと、サギリとかもね、見たりね。はい。はいはいはい。こんな感じですね。ヤビーはね、多分一番持ってないんじゃないかな、という感じでございます。まあ、トリッシュがいたのがほんまに救いですね。まだ戦えてる。いや、戦えてないから勝ててないんですけど。はい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 。もうね、リック・ディアス出まくり問題ね。どうしたらね、ドム3体出てきてね、ジェットストリームアタックしたかったんですけどね。まあ、ジェットストリームアタックをぶちかます相手がいないということでね。はい。まあ、そこはまあ別にどうでもいいでしょう。はい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 。はい、ここから無属性ですね。まあもうこれ一瞬で終わるんですけどね。はい、まあ、こんな感じでございますね。今本体としてあるのは。それでは武器見ていきましょうか。はい、こんな感じです。ちょっとアシストとかしたってちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、はい、そうですね、最近の武器でいうと、まあ三日月オーガス、バルバトスの武器とか、はい、こんな感じでございますね。はい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 。いやー、武器もね、割と作ってるんですけどね、けど、お札系とか周回してる時間があらへんのですわ、もう、ぶっちゃけて言うとね、編集とかもあるんで、その、ポッドでゲーム画面だけで勝負できる実力がないのでね、もう残念ながら。ねえ、ああいう方はもうパズルも上手くて、ねえ、トークも上手くてっていう方たちが戦えるフィールドなんで、はい、まあそこは諦めてるんですけど、はい。でこちらは水属性ですね。はい、武器少ねえんよな、ほんまね。こうパレットも全く作っておりませんね、ほんま。いや、現地作れるんですけどね、作れるんですけどね、まあ何を作っていいかわからんっていうね。はい、あとトリーとハロはね、交換しましたね。はい、まあこんな感じです。キティちゃんのコロシアムはね、唯一周回がはかどったコロシアムであったんで、武器は割と持ってると。はい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 。はい、こんな感じでございますね。はい。はい、どうですかね。こん中でクリアできるキャラ。なんかパーティー。結構ね、全然画面とかね、止めてもらっていいので、はい。ちょっと考えてくださらないでしょうかね。でも交換所も見てみましょうか。はい。ガマ忍者ですね。二次メダルはね、今んとこね、21枚ございますね。はい。で、黒メダルが1枚あるので、まあ、どれかを交換できると。はい。ガンコラも全く回ってないので、まあ、こんな感じですね。はい。はいはいはい。このピーも、金のね、チケットを集めてはいるんですけど、いつも交換するの忘れるんですよね。ガンコラもこんな感じじと。はいはいはい。はい、こっからメダル交換できますね。ヘラルナか、エキロナ、サラ。で、エンシェントドラゴンナイトレックスを交換できると。それぐらいかな。あと、アレキサンダー大王とラフィーレもメダルもまだ余ってると。はいはいはい。こんな感じですかね。11周年のまあないと、これは？はい、メダル1枚ですね。はい。それではね、まあね、ちょっとね、僕、ガンコラのね、ね、ちょっとキャラをあまりにも持ってなさすぎるんで、だってちょっと一回ね、もうガチャで、ちょっとマリウスとかもね、ちょっと欲しいですからね。まあ、出るか出ないかはさておき、まあ、このヘラとかも普通に好きですか。僕は割とイラストとかで、オリジナルキャラに関しては引くか引かないかを判断するので、でもイラストが好きってなったら、鱗滝さんに判断が早いって言われるぐらい、もう、引いちゃいますね、すぐ。はい。コラボはね、逆にあんま、その興味が自分の知って作品だともう全突破してしまうというねちょっともうギャンブラー体質なんですけども、はい、それではね、はい、ちょっと一回引いてみましょうか。ちょっと一回最後にね。それではガンホーコラボガチャ参ります。
ね、円を表すわけですよ。こう手を合わせることによって、あ、これ錬成人なしの話ね、鋼の錬金術師のネタなんですけど、はい、それでは行きましょうか。はい、まずはダイヤから勝負しよう。いやー、ちょっと待て、当たらんて。いやー、ちょっとね、これもね、これガチャで締めるためにね、頑張って石集めたんやけどな。あ、無料配布分見せるの忘れてた。まあ、でも、ちゃんと無料なんで、はい、そこはご理解ください。はい、どうだったでしょうか。今回はね、ボックス紹介という名の皆さんの作戦会議でございました。まあ、その毎日ね、全力で、動画撮れる時間、フルでレベル15、戦うのは、ちょっともう、疲れたので、今日はこのような動画になってしまいましたが、どうだったでしょうか。はい。もしね、このキャラ入れたらいいんですかとか、このキャラ武器にして使ったらいいんじゃないですか。そういうのをね、もう、どんどんください、本当に。はい。それでは、ね、今回はこれにて、お開きにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。過去動画もね、見ていただいた上で、ね、結構、なんかアドバイスとかいただければ幸いでございます。あと、そうですね、編集に関してもちょっとね、もうお前のそのなんか無駄なエフェクトとか、なんかそのモーションとかもいらんとか、なんかもうそういうコメントも全然いただく分には大丈夫です。はい。そちらもお待ちしております。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。